皆さんこんにちは。それでは続きやっていきます。ダイイングメッセージ、推理小説好きにはピンとくる言葉です。発見された死者が死の間際に残したメッセージ。主人公がその謎を解いていく物語は興味深いものです。今回は22幕最後のメッセージというお話です。男が銃で撃たれて死んでいた。彼は書斎の机に突っ伏しており、手には銃、机の上にはテープレコーダーがあった。刑事が再生ボタンを押すと、私はもう生きていけない、生きる理由もないというメッセージが聞こえ、銃声が鳴り響いた。刑事はこれを聞いて、彼は殺されたのだと確信した。なぜ？はい、コナンとかで出てきそうなお話だな。男は銃で撃たれて死んでいた。テープレコーダー、ちょっとここは気になる。テープレコーダー、テープは編集されていたものだったんですかね。いいえ、編集された跡はありませんでした。誰かに言わされたのか。レコーダーにはテープが2本セットされていた。いいえ、1本しかありませんでした。テープレコーダー、レコーダーは録音ができたんですよね。はい、テープはこのレコーダーで録音されたものでした。レコーダーは一つしかない。いいえだね。うん、指紋がついていたとか。はい、あら、しかし男のものしか発見されませんでした。レコーダーの音量関係ないかな。関係ありません。はい、ちょっと男見ていきましょうかね。このメッセージ、何これ、2つの意味って。いいえ、よくわかんない質問でしたね。男の倒れ方不自然だった。いいえ、そんなわけではない。死亡した場所はどうだったんでしょう。はい、男は書斎で亡くなったようです。メッセージ、メッセージ暗号、まさかまさかまさか。いいえ、刑事はどこから他殺だって判断したんでしょうかね。そこがちょっとまだ出てきてないですね。男が死亡したのは他殺だった。はい、刑事の推理通り他殺でした。服装とか関係あんのかな。ないよね。関係ありません。銃、銃に男の指紋が残っていた。はい、銃に男の指紋しか残っていませんでした。
え、銃は2つあった。いいえ、銃は1つだけでした。銃が犯行に使われたんですよね。はい、男が手にしていた銃が犯行に使われました。どうして他殺なんだろう。種類は関係はないかな。関係ありません。銃は男の持ち物だった。はい、男が撃ったのか。でも男の指紋が残ってたんだよね。引き金を引いたのは男ではありませんでした。ふむー、書斎。え、書斎の室温。関係ありません。ちょっとね、長文の上にシークレットワードが2つなのでなかなか出てこないですね。関係ありません。書斎、男。書斎には男の他に誰かいた。いいえ、警察が駆けつけた時に男の死体しかありませんでした。それからも出てこなさそうな気がするな。はい、手には銃、机の上にはテープレコーダーがあった。刑事見てみましょう。他殺だと気づいたのは男の傷口を見たとき。いいえ、刑事が他殺だと気づいたのはテープの銃声を聞いたとき。1個出ました。はい、銃声を聞いた瞬間に刑事はある矛盾に気がつきました。あ、ちょっと待って、これさ、誰がさ録音ボタンを止めたんだろうって話じゃない。矛盾。テープ、あ、テープが巻き戻っていたこと。銃で男が死んだのにテープが巻き戻っていたということは、なるほど。多分このシークレットワードが出てくるのはこれぐらいかな。矛盾。男の姿勢とかは関係がない気がしますね。いいえ、よいしょ。ヒントが追加されてしまったよ。刑事。どこを見ればいいのかな。男、死亡した時間。はい、テープに残された銃声と同時刻に亡くなったようです。
死亡したのは銃で撃たれたから、はい、うん、いや自殺ではないですよね、他殺だったんですよね。いいえ、ちょっとヒント見ましょうかね、ちょっと時間が。アンナのヒント、男はメッセージを本心から言っていたのでしょうか。あー、そこから出てくるんだ、これか。いいえ、自殺を示唆する内容は全て犯人に言わされたものでした。はい、犯人ですね。犯人は男を脅迫したんですよね。はい、脅迫した上で無理やりメッセージを喋らせました。うん、個人的な恨みによる犯行なんでしょうかね。犯人は何かを盗んでいった。いいえ、男の殺害だけが目的でした。怖いのである。テープ、犯人はテープを巻き戻したんですかね。はい、メッセージを刑事に聞かせるため犯人はテープを巻き戻しました。あー、そこがダメだったんですね。まあいいか、ちょっと回答いきましょう。男を死に追いやった凶器は銃です。男が死んだ場所は書斎ですね。犯人が男を殺してから行ったのは録音の巻き戻しです。刑事が他殺だと確信したのは何がおかしいと気づいたから、再生の位置かな。はい、正しいようです。はい、それでは解説を見ましょう。刑事が再生ボタンを押したとき、いきなり男の声から始まった。そして一発の銃声とともにテープは終わっていた。銃声と同時に男が絶命したのなら、なぜ男の声から再生が始まったのだろう。実は現場には男の他にテープを巻き戻した人物がいた。刑事はとっさにそのことに気がつき、今回の事件がテープを巻き戻した人物による他殺であると確信したのであった。すごいな、やっぱね、いろんな事件を経験してる刑事さんと一発で分かるんでしょうね。犯人は自殺に見せかけて被害者を殺害したということでしょうか。とある推理小説で他殺に見せかけた自殺に見せかけた他殺というややこしい事件があったとか。小説中の探偵はもちろんですが、読者も混乱させられますね。ちょっと趣向を凝らしすぎかもしれません。今回はここまでにします。ご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンからご覧になっている方はチャンネル登録はこちら Please Subscribe の枠組みのところをクリック。スマートフォンの方はご覧いただいているページのチャンネル登録ボタンをポチッと押してください。それではまたのお越しをお待ちしております。